これジャークチキン、ジャマイカ。そうよ。アロマオイルかね。いいねいいね。いいねいいね。いいねいいね。そうだね。ここにもうちょっとあれでベーベーベーの音がしてほしいけどね。そうだね。残念、音がなくなっちゃった。音一個やられちゃってる。悪いことしなくなっちゃった。みんな自分の耳で聞けばいいんだからね、はめて、エアポッツで。ちょっとね。クラブディスコとか。イエス。どんどん音のする方に吸い寄せられてくる。その、あれじゃないのかな、そう。おー、ジャックチキン。ジャックチキンもなんか、あれだな。やばくなっちまったな。これあれよ、ジャマイカン料理を作ってる人踊ってるんだよ。ジャマイカン、ジャマイカ料理もよく食べてた。マーヴィン・ゲイがかかってるよ。いい感じになってきました。オールドネイビー撤退したよね、日本ね。アメリカンイーグルアフィールですか。アメイシーズとか行ったな。感じになってきました。いい感じになってきました。この感じも嫌だし、これがこの金馬屋さんとかさ、最高。まーちゃん、ストリートフードマーケットだよ。 OK 行ってみよう。おー、特別じゃないこれ。あ、こういうのがあるからあんまり予定なんかしなくて大丈夫なんだわな。
れないようにしようね。やば。これガチだわ。これがジャマイカのご飯、レッドビーンズ、カレーとか美味しいんだ。これジャマイカのカレーが美味しい。ヤギのカレー、ヤギのカレー。これが牛の尻尾のカレー、ライス&ビーンズ。これがジャークチキン。おいしいの。ただジャマイカじゃないところであんまりおいしいジャマイカ料理食えたことがあんまないって探し中。はい、ハートキッチン裏から覗いてみようぜ。ここソウルフードだってよ。なんか芋みたいな。カロイでもトリニダとトバコのものだって。トリニダ青山テルマ、青山テルマンの出身の片親の。ここソウルフードだよ。あのグリーンズがソウルフードです。マカロニチーズもあります。あれがソウルフードです。やば、やばやば。これがあのラテン系の食べ物で、もうベーコンの一塊みたいのを一回で食べちゃう。すげえ食うんだよ。あのお好み定食みたいなやつにベーコンの一塊みたいのがドーン。すごい顔してるあれはうまいんだよ。うまいんだよ。住んでるうちにあれがペロって食えちゃうんだよ。住んでるうちにあれがペロって食えるんだってわよ。うん、すげえ。ジャークチキンだらけじゃん。ジャパニーズフード。わあ、ジャークチキン。それこそタコ。あ、Is this open every day? Just today. Oh, thank you. 今日だけなんだって。Apples. Corn on the cob.Nice, bro.
今日だけだよ。面白かったね。怖かった。もう。もっと怖かったね。だからよ、あの日曜日ハーレムで怖い思いしてください。だって教会135丁目行くんだよ。怖い。行きたくない。怖い。ウェスタンチャイニーズクイズインユアミタコ、出た99セントピッツァ、フレッシュホットピッツァ。その隣にあるバーバーで、おーちゃんいつもこっち来たらここに1000入れて帰ればいい。たまたま、それともこれにして帰る。グレイス。ニューヨーク住んでた時は、マリファナ、I have to pay. Help me out. 9時のやつなんかやってんじゃない？お。出た。見て。99セントだよ。怖っ。うん。